はい、どうもこんにちは、マークです。ファークライ6、やっていきます。いやー、楽しみですね。アクションモードとストーリーモード。まあ、ストーリーモードで、いや、待てよ。アクションモード。ストーリーね、正直、どのゲームもそうだけど、ほとんど見ないからね、アクションモードでやってみようか。かなり難しそうだけど、まあまあ頑張ってやっていきますか。テストプレイも何もしてないから、もしかしたらちょっと音声とかそのあたり、まあちょこちょこいじりながらやるかも。はあ、カブリ会の、カリブ会、カブリ、カリブ会。ゲリラ革命、はいはい。真のヤーラ人、諸君に真実のみを示そう。我が国は長年政治家に翻弄されてきた。だが諸君は見出した。我らが楽園への鍵となるビビロウ、我が国の優秀な科学者が生み出した人類史上最も有効ながん治療薬。これは特殊な肥料を施したヤーラ自慢のタバコから生まれる。ビビロウがまさに楽園再建の鍵なのだ。だが楽園は代償を伴う。我らの敵はこれが理解できない。安きではなく正しきことをなすために私は選ばれた。私は責務を果たすべく楽園への動員を本格的に進める。島中から真のヤーラ人が世界を癒し我が国を救うビビロを作るために選ばれるのだ。その幸運なものは無作為な抽選で決定される。おい、ダニー。その時は真のヤーラ人として。そんなの消せよ。微笑んで従うだろう。そういう態度、カスティルの思うツボだよ。政治はもういい。徴兵されてるのは真のヤーラ人じゃない。アウトキャスト、貧困層、私たちみたいな孤児よ。あいつはヤーラで奴隷制度を復活させようとしてるんだ。逃げてなんかいられない。おい、お前の方こそ俺らを捨ててゲリラと逃げた。リベルタードよ。で、クララ・ガルシアのために新人を探しに戻ってきた。いよいよ脱出だって時に。ダニー、お前もなんか言えよ。ほう、キャラクター選択。ああ、男か女かで選ぶ。男。女でダニーって、いや、まあ、いないことはないか。スペルが違う。ダニー、リベルタードのために手を貸して。軍に残ってればキャリア組だったのにな。一緒に行こう、リタ。ダニー、話を聞いてなかったの？おい、船の時間だ。続きはメキシコでな。飯はマイアミで。停電？こんな時に。規模がでかすぎない？パニクってんのか？おい、どうなってる？世界の終わりよ。徴兵対象者は出頭せよ。学園再建の義務を果たせ。あ嘘でしょ。やばいな、問答無用だな。逃げよう、全員で。全員で逃げれるか？あ、やばい。アレホ、伏せて。ファーク、キャスキル。ああ。徴兵対象者は出頭せよ。ダニー、動かないと。早く。船に、リタも。約束しろ。うん。急ごう、ダニー。ヘリ、やばいよ。
大丈夫か。エスペランサ、さあちょっと早速だが、音量をちょっと下げる。55で OK。 んでもって感度コントローラーじゃない、キーマウ、どれぐらいだろう。とりあえず50近くで行ってみるか。遅すぎるね。ってことは70か。来た、これじゃないか。俺に武器くれよ。武器を持っていない。それはないわ。TTT。 ああなるほど、建物から脱出する。目標を消せるのね。国防軍だ。待って、マジで武器欲しいんだけど。武器、石とかまだ投げられないか。ストルス、探知名タウヨ組で敵の視界に入らないようにすれば発見されるのを避けられる。聴衆逃れなどできない。ステルス、はいはい。もうこの辺はもうファークレイシリーズ。あ、いる。2人いんのか。あ、俺じゃん。綺麗だね、グラフィックが。こっちか。マジか、容赦ねえな。待って、行って大丈夫か。ほら急げ。おお、やられとるやんけ。うわ、後ろ向き後ろ向き走行。お前どこにいたんだよ。遮蔽物の後ろで、しゃがみの体勢をとっている間にリーンができるんだ。いいね。急ぐのです。よし、兵士が多すぎる。なんでお前はバレないんだよ。誰が見てんだ。今です。走れー、走れー、スライディング。はい。ああバレる、危ねえ。目標クリア。懐中電灯持ってたのか。リターどこ行ったんだよマジで。あ、今降りてきた。ゲリラの抜け道、印に見覚えない。これ子供の頃に見てた。こっち上上がれる。この辺のドライバー武器にして使えるでしょ、このハンマーとか。逃げられる。やめてくれ。どうかしてる。この感じファークライ3でもあったな最初の方で。おお、なんだ。おお、賑やかね。
おります。そろそろ武器ください。おお、根津子もびっくりだよな。根津子、埋まってんぞお前ら。地下にもいる？こっちに行ったぞ。いるな。しゃがまなくていいか。見つけたぞ。いるな普通に。血だらけだ。カステル維持費なんてないの。いるわやっぱり。これ手動でライトつけれんか。ああなさそうだな。リタどこ行ったんだよマジで。よくいなくなるな。湧いてくんの。ああ、いた。少しで出る。もうすぐ出口だ。よかった、急がないとボートが出る。そこにライトついてんのか。ここでしょ。逆か。あんたらは臆病者の非国民だ。逃げられないよ。兵隊さん、あそこに非国民がいるよ。見えない。撃たれたな。真の離れるなよ。カステロ大統領からの言葉。よいしょ。大暴れ。この辺はいないか、敵は。でもジップライン、ジップライン、ファークライ御用達のジップライン。リータどこ行った。来るの遅いんだよリータ。ああ、びっくりした。よいしょ。すまない、面倒はごめんよ。見なかったことにしてくれ。うるせえんだよ。兵士じゃねえだろ。リータ、どこにいるんだ。あれこれでね、数えましょうか。なんかないかな。ないか。お、そっちか。これバレるでしょ。おお、えぐい。ジップラインいける？絶対バレるでしょ。あ、バレないわ。170m 遠いな。そろそろ武器をくれ。できればサプレッサー付きの。悪夢みたいだ。これ炎綺麗ね。走れー。道がこっちから行けない。こっちから行けるか。スタミナはないのか。走れー。あ、ここにもいるね人が。出たとしても撃たれるんじゃない？ババア、ベースボールカードじゃ意味ねえんだよ。高額で取引されてるカードなんだ。頼むよ。なんてことすんの。マルコはいつも優しいな。ダニー遅いぞ。アレホは来れなくなって代わりに家族が。嘘つけ、アレホは孤児だろう。
アレホはもうどこにも行かない。頼むよ。乗せてやれ。行け。すまない。ありがとう。なんだってんだよ。乗せてよ。あ、逃げれたの？ありがとう。気にしなくていい。受け取って。これしかないけど。こんなの間違ってる。逃げずにこの国で戦うべきよ、ダニー。これはアレホのプレゼントだ。生き延びよう。孤児院や軍隊の時みたいに。何や今の。やばいね。やめてくれ、ただの漁船だ。おい待て、やめろ。武器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 くれ。うわ、あいつだ。父は大統領になる前までよく釣りを行っていた。これと似たボートで一緒に海に出た。魚を釣ってはその度に逃がした。父の口癖はこうだった。腹を満たすよりも挑戦することに意義がある。だが父はある日大物のマカジキを釣り上げた。珍しく逃がすことを惜しんでさえいて。あんたは暴君だ。やらを怪我し自分の息子まで毒してる。おお、容赦ね。くそ。今日私は大物を釣り上げただろ、ディエゴ。あのフードかぶってるやつか。ディエゴ、まさか。釣りは終わった。家に帰る時間だ。こんなのもうやめて、パパ。それはできない。見逃して。働けるよ、ビビロだって。真実か、嘘か。真実。確かに、よく働くだろう。楽園再建に役立つかもしれない。しかし、彼らに生きていてほしかったなら、お前はこの船に乗ったりはしなかったはずだ。ディエゴはわずか13歳でこんなにも民のことを憐れんでいる。ここの魚は海に放そう。任せた。やばいぞ。あ、でもこいつ一人か。右足が義足だ。どうなってるの？これやばいぞ。あ、撃ち殺すとかじゃないな、多分。バモスバモス。おお、そういうことね。結局撃ち殺されるのか。出た。あー、いったー。どうなった？お、いるじゃん。リタ、足の感覚が。すまん、全部俺のせいだ。携帯。それより傷が。携帯を。このビーチよ、運命なのね。え？ここに隠れてるクララ、リベルタード、フリオ。フリオ、全部ここよ。持ってって昔みたいに目印を追って。やめろリタ、待ってろ、助けを呼ぶ。ダメ。これをクララが助けてくれる。
わかる。あんたはついてる。あんたはついてる。すまない、リタ。それだ。おお、武器。なんか雰囲気というか感じは3になんか似てるな。おお。結構死体が打ち上げられてんな。早く物資を集めてここを離れよう。あ、向こうに何だあれ、建物か。ん、あ、これか。回収できない。あ、できた。ハンドガン、弾がない。なんで弾入ってないんだよ。キャンプを探そう。新しい写真。おお、すげえ。よく壊れなかったな。このマークがリタの言ってた目印に違いない。あれでしょ、完全に。なるほどね。あ、ある、マーク。トーチカか。こん中あるでしょ、多分、弾。ありそうだけど。F で待ちへって。うわ。おぉ、弾。じゃない。青い腕章。部品だ。リベルタードだな。お。ラファエル。気の毒だ。家族もどんな最後か知ることはない。弾なし。あ、でも双眼鏡があるぞ。拾えない。部品。お、銃声。誰だ。静かにしないと。左下マップ赤くなってるね。敵がいるってことか。うん、声するし。あ、いるわ。プンプン匂う。内側から腐ってる。バイ国土の匂い。まさかリベルタードに売る情報を漁ってたなんて。待ちやって。だから殺す。あー。まずは報告するだけ。たまげった。あんたはそこで鳥とかカニにかじられて。そしてお前は死体に喋りかけてんな。うわ。何？ドロップできるなんて。ちょっと対応できなかったな。兵士クラを探してるのか。カバン。向こう側。いや、あっこもマークあるもんな。そっちからでも行けるってこと？あ、待ちって。なるほど、そういうことか。これなんだ。役立つかもな。軍用パンツ。またか、またかってなんだ。装備があんのか。すげえ、ズボン。軍用パンツ。おー、かっこよくなったな。よし。んー、こっち側。まあ、向こう側でも行けるか。まあ、こっちから行くか。ボートを盗んでヤーラから出る。簡単だ。独り言言うとかよっぽどだな。動物だ。あ、もう2曲回収した。もう漁らなくても勝手にゲットできるのか。ゲリラも楽じゃないらしいな。グラップリング。こんなの使うの久々だな。お、クララは来客が嫌らしいな。
撃つならせめて顔を見せてくれ。ダニーだ、リタの友人。黙れ。生存者はあんただけ？クララ。クララ。ボーダーランズ。答えて。ねえ、あんただけかって聞いたの。ああ、ついてたな。リタは覚悟の上。どういうことだ？あとはあんたをどうするか。ちょっと待ってくれよ。俺はヤーラから出てくんだ。このキャンプに来たのに？数日過ごしたらすぐ出てく。リベルタードは慈善事業じゃない。助けてくれるって。あんたにその価値があるの？人手なしが。リタが腕を買ってたよ。家族よりも深い友情ってやつかもね。いいダニー、あんたらを孤児にしたのがカスティロ。逃げる気なの？カスティロの命令で船にいた全員が撃ち殺された。あんなやつからは逃げるしかない。あんたらもだ。独裁が法なら革命は秩序。ボリバルの言葉が武器か。ペドロ・アルビズよ。図書館に通ってヤーラを救う気か？計画はある。自由選挙、言論の自由、アウトキャスト解放、カスティロの支配なきヤーラ。あのな、カスティロの軍は30万人だぞ。こっちはボロボロのゲリラが6人。あんたは足を撃たれてる。信じないの？見せてあげる。私たちは拠点からこの島に襲撃に来たの。簡単な作戦のはずだった。ビビロタバコの農園を潰して燃料を奪って帰還するだけ。でもカスティロ軍に待ち伏せされてて、60人いた仲間は6人になった。じゃあ拠点に戻らないと。ええ、でもこの島は封鎖されてる。ボートもなければ武器も足りない。そもそも農園を潰す目的でさえまだ果たしてない。でも私たちはゲリラ。この国を隅々まで知り尽くしてる。ゲリラの抜け道はもう知ってるでしょ。あれは67年当時にレジェンドたちが作ったもので、ヤーラ中に網の目のように広がってる。私たちはそれを利用してるの。ゲリラの抜け道は奇襲をかけたり追われた時の逃げ道に使われる。だから生き延びるための物資が入った貯蔵室だってある。この地図古いみたいだが、情報は確かなのか？観光用の地図で確かに古い。でも地域や自治体、ランドマークの情報なんかはまだ使える。そのうち慣れる。さて、私は地元の人と連絡を取ってボートを手配する。あんたはフアン・コルテスを探してきて。誰？一人のゲリラの力を千倍にできる男よ。すげえな。俺はゲリラじゃない。リタにも言えるか？食料と寝床は用意する。アメリカに行くって言うんなら船もね。でも代金は弾丸と血だよ。腕があるならそれを生かして。まずは家賃を払う気になったら言って。おお、武器くれた。やったぜ。ライフル。武器の確認はここね。3つ4つしか持てないのか、武器。あ、これ接近かな。よう分からんけど。インベントリー、交換アイテム、ははは、はその他重要なもの、鍵、コレクション。ああ、その辺に落ちてるやつっぽいね。うん、武器いっぱいあるね。ライト、マシンガン、スナイパー、ショットガン、弓、RPG、ロケットランチャー。
さあ、そうですね。まあ、今回はここで終わりますかね。なんかあるな。本か。はい。というわけで今回はここで終わります。お疲れ様でした。